さてウェザースリップの接着も完了したので磨きになんて思ってたんですけど忘れてましたね。これ残ってたわ。これインナー、フロントウィンドウのよいしょ、このインナーですね、ここにつくやつ。まあ、これオリジナルの形のまんま持ってきてくれたんですけど、オーナーさんがこのままじゃ絶対つかないので加工しなきゃ無理なんですけど、もう下側のどっちだ、こっちが下か、そうだな、ここのもうなんていうのかな、もう曲面曲面なんですけど、ここのラインがもうこのチョップされたところにはもう全然合わないんで、どうやってやろうかなと。でオーナー様にも言ってあるんですけど、頑張ってみますけど、もし無理だったらごめんなさいと。これなんでかって、なんで無理かっていうと、もう取り付けるところの幅がもうオリジナルとは全然違うんで、ほんでここの幅ですね、ここの映るか、ここの幅、ここの幅も均一じゃなくなっちゃってるんで、おそらくチョップするときにそうなっちゃうんですでしょうけどね。なんでどういう風にやっていくかなって考えても、まあ現物合わせで合わせていくしかないんで、こうなんていうのかな、こう R でこう R になってるんですよね。なのでこれをちょっと再現するのは結構難しくて、まあ大体オリジナルのやつなんかも完璧にその形にはなってないんですけど、こうある程度ネジで押さえつけれるようなところなんで、ちょっとでもそれでも形が合ってるんで、今回はその形を作らなきゃならないということで、まあちょっと忘れてたんですけどやってきます。そこもそんな感じですね。モールをとりあえず、真ん中の位置でカットしました。でこれね、モール自身もちょっと汚いので、まあ、ちょっと引っぺがしたら芯まで腐ってるわけではないので、ある程度加工しながら表面の引っぺがしにも入ろうと思います。あんまり細かいとこはちょっとそこまで引っぺがせるかどうかは無理ですけどね、やれるだけやっていってみます。まず最初にここの形を今現在のウィンドウの形にちょっと合わせなきゃなんないので、ちょっとそれ時間かかると思うんですよ。まあやってみましょう。今合わせてみてますけどダメですね、全然合わない、全然合わない。この角はこの辺特に、いや困ったな、これ入り込まねえんだな。外から見てみましょうか。こんなに開いちゃうもんな。いやいやいや、どうするよ。ちょっとね、いろいろやったけどやっぱ全然ダメで、もうなんだろう、ちょっとされるときにフロントウィンドウもちょっとこちら側に寝かされてるんですよね多分。それで、この角度がもう全然合わないんで、ほんでここから曲がって立ち上がるんですけど、ここの角度もやっぱ合わないので、そんなにここで一回カットして、ね、寝かせ、もちろん寝かせないと入んないんですよ。寝かせてちょっと少しずつ加工してちょっとやってってみます。これダメだな、全然合わない。参ったぞ。そうだよな、ウィンドウの形変えちゃってるもんな、合うわけねえんだよな、オリジナル持ってきても。いやーどうしますか、困りましたよこれは。いや困った。ちょっとね、裏側をいろいろ加工して、でちょっと微妙に曲げたりして、なんとかここまで来ましたね。一応なんとかここははまったな。問題ここだよな、これ全然違うもんな、ここが全然合わないですよねやっぱり。いやいや困っちゃうな、ここはこうすると浮いちゃうしな。いやどうすっか、さあ困ったぞ。
ちょっと微妙に曲げてってみます。なんとかいい感じまで持ってけましたね。これで溶接するとき変にこの状態のまま溶接できれば、とりあえずここの四隅の一箇所はなんとかなるな。いやーこれちょっと手間取るぞ。まあ、ちょっとやってってみます。それではこのモールとこのモールの角度があったんで、ちょっとここで一回溶接したいと思います。ちょっとこの角度もあるんで、この角度とこの角度が微妙にちょっとあるんで、その辺気をつけながらやってみます。とりあえず一箇所だけ点付けして、この状態でもう一回現物合わせで微妙の角度を測ってみます。はい、今置いてみました。まあこのぐらいだったら多分、最終的はビスなんで、このぐらいの歪みだったらなんとかキュッていけるんじゃないかな。よし、じゃああと溶接しちゃう、本溶接しちゃうときになるべく歪まないようにしていきます。溶接して成形が完了しましたね。どこでつながってるか分かんないと思います。裏から見ると分かりますけどね。よし、合わせてみましょう。いい感じですね。なんとかここは多分最終的にネジが入るんで、こうグッて押さえれるんで、ギリギリこっちもそうだな、ネジが入ってこうなるんで、よしよしよし、四隅の一辺だけできた。参りましたね。こんなんで半日かかっちゃいますからね。よし、続けてこっち側へ行くか。どうしよう、上行った方がいいかな。右と左だもんな。まあ、やってってみます。モールの上側の方がひどいですね。もう角度が全然違う。この辺までは合うんで、ここで僕のこの指先ですね、この辺、この辺でカットして角度を変えていくしかないですね。よし、ちょっとね、いろいろこねくり回してみましたけど、ダメだな、やっぱり全然合わんね、上は。困ったな、切り刻んで作り直すしかないですね。ああ。